はい、雪島智樹です。まあ、ここは適正組ということで、これからのね、あの競輪でうまく立ち回っていくことをまだまだ身につけなければならないといった印象もありました。ただスピードはいいものを持ってますよね。まあ、ちょっと位置取りね、失敗しているというか、外に浮いて浮いてと、まあ、6番車を追走していってもいいかなという感じはしましたけども、浮かされる可能性もあるのでちょっと躊躇したかなといったレースです。ただここから見せるスピードは素晴らしいものがあります。一気に踏み出していって前段を飲み込んでいくと。8番車追走してるんですけどね、まあ、ここからさらに加速していったんでしょうね。8番車もちぎっていくという形で、もう単独ですよね。一気に勝負を決めました。それぐらいの踏み出しとスピード、潜在能力があるのかなといったところですね。5番車追い上げてきてますけどね、まあ、届かずというところで、まあ、浮島が一着ゴールというところです。さあこちら自由視点ですけどね、まあ、後続を一気に引き離してということで、まあ独走態勢になったので、まあ、フォームなどをチェックするような形で見ていただければいいのかなと思います。